お疲れ様。何か依頼を達成したら、もしかして掲示板を見て来てくれたのかい？うん、そうだよ。やっと来てくれたか。もう待ちくたびれたよ。大至急ルーアンに行きたくてね、クローネ峠までの護衛を探していたんだ。どうだろう、お願いできるかい？うん、オッケーだよ。よかった。いやー、救われたよ。参道には魔獣が多いっていうし、一人で街道を歩くのは怖いからね。でも関所から先はどうするの？まあ、そのあたりはギルドに手配してもらったよ。ルーアン支部のブレイサーが迎えに来てくれることになってる。あ、なるほど。それでどうしましょう？このまま出発しますか？いえ、一旦別れてどこかでまた合流しましょう。私たちもいろいろと準備しなくちゃいけないし。うん、それで構わないよ。じゃあ西口で待ってるから、準備が整い次第お願いするよ。西口っていうとメーベル市長さんの家のあたりだね。よしっと。それじゃお仕事と行きますか。はーい。準備はできたかい？うん、もうバッチリ。僕の方も準備はいいよ。ではあとはお任せするよ。クローネ峠は街道をずっと西に行ったところよ。先は長いけど気を抜かずに行きましょう。はい。それじゃあ行きますか。
気をつけよ。動いたような。待ち伏せか。どうしよう。落ち着いて。大丈夫よ。私たちが必ず守ってあげる。前にも後ろにも魔獣か。よし、ここは。正面突破ね。ええ、そうね。下手に分散すると危険だわ。了解。速攻で正面を片付けるわよ。Thank you.
とは残りね。気を抜かずに行くわよ。大丈夫だって言ったでしょ。はあ、無事だなんて信じられないよ。いや、ブレイサーってのはすごいね。あんな魔獣ども簡単にやっつけちゃうんだからな。ま、私の棒術にかかれば魔獣なんて一からよ。あ、そうだ、せっかくだし演舞でもお見せしちゃおっかな。はいはい、残念だけどそれはまたの機会にね。早くここから移動しましょう。また魔獣が襲ってくるかもしれないわ。それは困る。さあ早く出発しよう。ほらエステル、行こう。チェ、わかりましたよ。関所はもう目と鼻の先よ。最後まで気をつけていきましょう。はーい。ようやく着いたか。結構大変だったわね。
ほっと一息っていう感じだよね。すぐにルーアンから引き継ぎのブレーサーが来ると思うわ。とか言ってる間に早速お出ましみたいね。お疲れ様っす。ルーアン支部所属メルツ準遊撃士っす。お疲れ。こちらが依頼者のハルトさんよ。あとはルーアンまでよろしく頼むわ。了解っす。よろしくお願いするっす。なんか元気が有り余ってる感じだね。とにかくよろしく頼むよ。それじゃあみんないろいろとありがとう。元気でね。お仕事頑張ってください。そうだね。もう遅刻しちゃってるけど、まあ精一杯頑張るよ。ではこれで失礼するっす。なんだかやたらと元気な人が来たわね。準遊撃士って言ってたね。僕たちと同じように支部の見習いみたい。ええ、あなたたちだけじゃなく準遊撃士は誰でもそうよ。正遊撃士になるために必死で頑張ってるってことね。私ももっと頑張らないと。そうだね。いつまでもシェラさんを頼りにしてちゃ情けないよね。少しは刺激を受けたみたいじゃない。さてと、それじゃあ私たちも報告に戻りましょう。
お疲れ様。何か依頼を達成したら